政府はウクライナへの軍事支援を続けるアメリカに対し、日本企業が砲弾の原料となる火薬を輸出することが可能かどうか検討していることが分かりました。ウクライナへの軍事支援を続けるアメリカでは、砲弾の増産に必要な火薬の原料が不足しています。このため、政府関係者によりますと、アメリカ側は日本企業に対して 原料の輸出を求めてきてきいいるととうことです日本側は砲弾など殺傷能力のある装備品の輸出を制限しているため政府内で検討が進められていますが政府関係者は原料であれば火薬は軍民療養なので輸出は可能だと説明しています。